メシロンフォーメーションは1番機を先頭にして2番機以降が階段状に並んだ台形です。各機の翼と翼の間の距離は 1.5 メーターと狭く、パイロットが旋回飛行を学ぶとき、この距離を守る練習をすることから始まります。速度は約220キロ、海上を通過していきます。T7 4機によるエシロンフォーメーションでした。ただいま通過した4機の T7 は海上東側ゴールが最近を変えています。パイロットたちは綺麗なダイヤモンドの形を作るため前や左右を見比べなければなりません。ダイヤモンドフォーメーションでした。ここで航空自衛隊伊佐浜基地についてご案内申し上げます。伊佐浜基地は伊佐浜市のお隣、この町この地の新地などより南西約30キロのところに位置しています。航空自衛隊では規模の一番小さな基地の一つではありますが、日本の航空自衛隊のパイロットの約半数は最後は先ほどトレールフォーメーションから海上下側で体形変換を行い、前後の距離を約900m に開きます。航空自衛隊伊佐浜基地所属の T7 初等練習機による展示飛行を終了いたします。この後
した。青のさ。ここで少し浜松基地並びに浜松基地広報館を紹介させていただきます。以上で浜松基地所属の T4 によります展示飛行を終了いたします。10月